会へ。どうも、ちかや。ともです。ドラゴンです。お願いします。ただいま大晦日でございますね、はい、初詣にね向かう最中で、みんなと集合して今から行きたいと思っております。いやーいいんちゃいますか。いよいよ来たい年末さんね。てか誰、え、てか誰ですか。あ、僕ですか。てか誰ですか。見たことありますかね。はじめまして。この度ですね、チカログのメンバーに、加入させていただいたトーマと申します。よろしくお願いします。いいくないけどね。はい、ってな感じでね、説明いたしますと、もともと僕のレッスンの、生徒であって、ずっとね僕についてきてくれててですね、まあダンサーとしてもバリバリ活動してる、トーマでございます。まあ僕とドラゴンとトモはですね同い年ということで、結構落ち着いた人間なんですよね。ね、レギュラーっていうかはエンタメ担当として僕にいろんな無茶ぶりやったりとかをしてくれると思うので、今回2021年の、ダンスエンタメ動画でよく出てくると思いますので、皆さん、ぜひよろしくお願いします。お願いします。うちの視聴者の人がまだ多分認めてないと思うので、何やこいつか、はい、泣きの新参者がと多分絶対いると思う。チカログのファンに何かあれば一言どうぞ。そうですね、まあ、僕とチカヤ先生はね10年来の中でございまして、そうですね、皆さんが知らないチカヤ先生の顔であるとか、はあ、本性っていうものを僕はね握ってるので、皆さんの期待に応えられるようなねチカヤ先生の素顔っていうのをどんどん配信していきたいなと思っております。なるほど、ハキハキしてるちょっとフレッシュやな。やっぱりどれかドラゴン初タイプですか。めちゃくちゃいいめちゃくちゃいい。思ってます？思ってる。結構あのエンタメとかなってくると、僕もねやっぱり、いやそれはちょっとできひんわとか守り入っちゃうんで、え、僕もちょっとかき回されてみたいなということで、エンタメの時はよく出てくると思うので、皆さんどうもぜひよろしくお願いします。そろそろじゃあ初詣いっちゃいますか。チカログジャンプしてワープしていきましょうか。はい、はい、せーので、はい、てな感じで着きました大見神宮でございます。チカログ、あと40秒か。はい、そのうちなんかできんかな。やり残したことない。やり残したこと大丈夫。あと20秒で彼女作りたい。もしもしもし、みこさん、みこさん、あと20秒、あと20秒。とりあえず皆さん、2020年もありがとうございました。8、7、6、5、4、3、2、1、はい、OK、2021年ハッピーニューイヤー来たよ。新年明けましたね。明けに明けまくりましたね。おっしゃー、とりあえずじゃあ初詣行こうか。みんな、いや楽しなってきた。行きましょう、レッツゴー。綺麗すぎるっしょ、これ。あ、なんか5円玉がいいとか、うん、10円玉あかんとか言うじゃないですか。あるあれないらしいです。今回やったら何でもいいと。全然大丈夫。で、1円でも500円でも変わらん。変わらない。へえ、予想以上に早いですよ。もうですね、うん、じゃあ、じゃあお参りしてきます。僕なりのお願いをね、ちゃんと。次、おみくじ引きますか。チカログ。いいよ。みんなおみくじに何あったのかコメント欄に書いててください。甘酒飲みたいよね。甘酒。俺普通のお酒は飲めないですけど、甘酒だけは飲めるんですよ。寒すぎるぜマジで。チカログ。はい、じゃあ今ね手元におみくじがあるんですが、まあ、せっかくなんでね、おみくじの、まあ、運勢によってね、一番下の運勢の人が一番上の人の運勢の人にお年玉来ました。下の人があげるの。今日出た人が大吉の人にお年玉をあげる。まあ額はですね1万円。大学生にはきついよ。はい、じゃあ開封していきたいと思います。開封します。いっせーので。なるほどね。なるほどね。なるほど。今開封したので順番にこっちからね。こっちから行きます。はい、
末吉でございます。まあでも安牌じゃないかな。近い行きたいと思います。僕はですね吉でございますね。おお、これで俺は払わなくて、はい、僕はね小吉さんでございます。おこれはどっち、小吉と小吉と末吉はどっちや。末吉でございます。おってことはいいものから順に行きますと、はい、大吉、はい、その次が吉、はいはい、その次が中吉、はい、その次が小吉、はい、その次が末吉です。よし、はい、待って、俺吉ナンバーワンだっけ。あい、演技いいな。じゃあ後輩ですが、1枚しっかりもらっていきたいと思います。バチカログの、ね、経費になればと思っておりますね。僕ちょっともう冒頭の文章は最悪ですね。なんとなく全てに行き詰まりの感を覚える運気です。なんとなくずっといやらしいですよ。おみくじがなんとなくとか言わんといてほしい。なんとなくってなんやねん。精一杯努力しているのにその努力が報われない。成果が手に入らない状況でしょう。今日で引退します。早っ。チカログ、ちょっと今日に当たって休憩してたら声かけてくださったお兄さん方2人がチャンネル登録してくれました。ありがとうございます。同じ滋賀県民なんで。滋賀県、そう滋賀県、もうシオンリー滋賀で YouTuber。 ああなるほど、よろしくお願いします。やった。ありがとうございます。これまさかのさっき知り合って間もないと気づかなかったんですけど、僕の生徒の友達でした。やばい。とりあえずもう勝手にちょっと公認させてもらって、チカログの初の声掛けファン第1号です。ありがとうございます。これからも頑張っていきます、はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。チカログ、はい、というわけでね、この神聖な場所で今年絶対に成し遂げたいことをみんなに宣言したいと思います。新入りメンバーともかりぐ、そうですね、まあ、今年から音楽的に僕は就職活動がねスタートするんで、まあ、必ず自分が納得のいく会社から内定をもらいたいと思っております。なるほど、絶対成し遂げてほしいです。それはな、とも、そうですね、カログとしては自分もダンスを知るので、ちょっとダンスの動画を撮れたらなんだ。ダンスを撮るための技術を磨くと。個人的にはコロナがまだ収まってないんであれなんですけど、5カ所ぐらい旅行に行ってた。あ、いいね、そういうのいいよね。5カ所ぐらいプライベートは5カ所ぐらいちょっと旅行に行ってた。確かに好きやもんな。トモめっちゃ旅行好きなんですね。勝手に一人アフガニスタンとか行って。そうそう、めっちゃいいね。じゃあドラゴン、僕はですねソニーの α7-3 っていうカメラがあるんですけど、今年中に買いまして、それを扱えるような技術をね身につけて、アーティスティックムービーとか自分らの手で作っていけたらなと思ってます。めっちゃいいな、それめっちゃいい。僕最後なんですけれども、僕はですねダンサーとして、まあ、関西の方で活動してるんですが、関東の方にもね活動の幅をちょっと広げようとしていまして、具体的な絶対成し遂げたいこと、これちょっと言うの怖いんだけど、ちょっと言うわ。来年の紅白歌合戦、バックダンサーとして出演できるようにしたいので。これ初耳ですよ。これちょっと、ね、だからもうごめんなさい、先言っておきます。来年のチカログの、大晦日動画は僕抜きでお願いします。っていうぐらいまでちょっと行きたいなと本気で思ってるので、皆さんに影響を与える一つとして、まあそういう紅白であったり FNS 歌謡祭ですね、バックダンサーとして呼んでもらえるぐらいの知名度と技術をしっかり上げて出たいなと思いますので、まあちょっとこの神聖な大見神宮っていうものの力をちょっと借りて、ちょっとどでかいこと言いましたが、成し遂げたいなと思います。はい、2021年は彼の年です。チカログの年にしますよ。でもみんなそれぞれめちゃめちゃいい成し遂げたいものがあって、皆さんもぜひね僕たちの動画を見て、自分って何を今年成し遂げたいのかなっていうものを、もしよかったらコメントとかにさ書き込んでもらって、一緒に成し遂げたいものを成し遂げていくっていうのもいい感じじゃない。視聴者と俺らと繋がってね、一緒に頑張るみたいな熱いと思うし、ぜひよかったらその成し遂げたいことを皆さんコメント欄にぜひコメントください。チカログ、はい、てな感じでね、2021年もチカログメンバーと大晦日から新年ね明ける時まで一緒で、まだまだね勢いよく YouTube もダンスもそれぞれの活動もね全力でやっていくので、皆さん2021年も共に頑張っていきましょう。やっぱ共にっていうところがでかいですね。
視聴者の人に見てもらうだけじゃなくていろんな人巻き込んでいきたいですね。そうチカログを見て変わりましたって言ってもらえるようなチャンネルにこれからしていきましょうよ。みんなで共に飛躍しようですね。成し遂げたいこともそうやし、皆さんの目標が叶いますように、そして来年の2022年を迎える時にはですね、皆さんが笑顔で追ってくれるように、そして僕たち自身も笑顔で、そしてさっき言ったね、成し遂げたいことがちゃんと叶えられるようにこの1年間一緒に頑張っていきましょう。じゃあ終わります。せーの、バイバイ。